8月29日1日の取引を終えました。日経平均株価は先週末に比べて376円78銭上昇し、16,737円49銭で終えています。上昇率 2.3% でした。トピックスも先週末に比べて 25.34 ポイント上昇し 1313.24 と、こちらも 1.9% 高と堅調な動きでありました。このほか東証2部指数、日経ジャスダック平均、マザーズ指数、いずれも小幅ながらプラス圏で終えています。東京市場すべての指数が上昇して終えています。特に今日動きが強かったのが外需系製造業大型株であります。このあたり日経平均へのインパクトが大きい銘柄群ですので、日経平均もこのように 2% 高という格好で買われています。先週の金曜日、この25日線と5日線を下抜きましたが、すかさず切り返して引っ張り上げられるというような動きになりました。週末のアメリカジャクソンホールで、イエレンさんの講演ですとかフィッシャー副議長のインタビューがありましたけども、それぞれ足元の経済は堅調だと、フィッシャーさんの名言では9月という言葉を出して、9月にも利上げがあり得ると、そうした観測がアメリカで広がっています。こうしたことからドルが買われて円が売られると、円安で今日の東京市場幕を開けました。この円安を交換する格好で外需系製造業大型株が買われて、日経平均終始堅調な動きでした。それを象徴する銘柄をご紹介しましょう。自動車セクターの大型株でありますが、7270の富士重工であります。富士重工、東京市場全体と同じようにここ1ヶ月程度もみ合い相場が続いてきましたが、今日はこのもみ合いから明確に上っ離れるような水準まで買われています。この銘柄大型株にしては極めて大きな上昇率 5.17% 高で終えています。ここでなかなか買い上がれないといったところが今日一気に跳ねたような格好でありまして、今日 5% を超える上昇となっています。富士重工の他にも今日は自動車セクターですとか機械セクター、エレクトロニクスの電気セクター等々、外需系が極めて強い動きを見せました。一方で冴えなかったのが小売セクターであります。小売セクターに関しては2月期決算企業と8月期決算期企業が多いということで、今日は期末の配当落ちですとか中間期の配当落ちということで不利な条件がありました。つまり権利落ち日、配当落ち日であります。この銘柄もその一角で3048ビッグカメラ、今日は配当落ち影響もあってなんでしょうか、811円まで売られまして、この銘柄は年初来の安値まで売られています。今日は円安を受けて外需系セクターが買われて指数を牽引する一方で、配当落ち影響などで小売りですとか食品の一角が弱含むといった相場付きでありました。全体的には非常に強い動きを見せた東京市場であります。以上、1日の取引の模様を東証アローズからお伝えしました。